これは私が立花雄介を副隊長に任命したきっかけのお話。あの、バハート隊長、よければご一緒に昼食どうでしょうか。すみません、私は食事は一人で取りたいので。おい、大門、抜け駆けしてんじゃねえよ。お嬢が困ってんだろうが。うっせ、今日はいけると思ったのだ。はあ、行動して毎日懲りずに来るのかしらね。私が隊長になってからアイドルだったりモデルだったりで男性の方が私に毎日のようにアプローチされて疲れてた。はあ、防衛軍に入れば色眼鏡で見る人なんかいないって思ってたのに。そういう意味ではロイド艦長が今年だったんだな。肩身狭いな。世界テロが原因で第5部隊の副隊長が殉職して、この時期は副隊長が空席だった。すごく面倒見がいい年上の女性の人だったんだけどね。とりあえず今の私は副隊長の仕事も一緒にやってる。すごく大変な時期だった。はあ、大変だけど頑張らないと。ここで私は立花雄介という男性と出会う。ちょっと、いいかしら。は、はい。この人は今まで会った男性の中で一番異質だった。でもそれが私がこの人を副隊長に選んだ理由になった。何ですか？あなたねえ、ちょっといい加減にしてくれない？その気もないくせにいろんな男を虜にしちゃって。この泥棒猫、あんたのせいで私の恋は、ずっと虚しい一方通行よ。ごめん、何の話？今さらしらしらしい、私の好きな男を。このメスガキ、サチュバス、淫乱女。え、わかんないよ。全然わかんないんだけど、説明してよ。何の話をしてるの？私男の人の恋愛関係で疎まれる心当たりないんだけど。落ち着いて、本当に何の話、説明しないと私もわからないわ。それでね、私が彼に思い切って告白したらね、男のお前とは無理だろ、常識的に考えて、って言われてね。そっか、それは辛いね。同性愛者ってやつだよね。世界でも割といるって聞いてたけど本当にいたんだな。それで、どうせなら最後に今誰が気になってるのかって聞いたら、私の名前が出たのね。ちなみにその彼は何番隊の人？私たちと同じ第5部隊よ。もう私辛くて辛くて。それであなたに当たってしまったの。ごめんなさいね。まあ、恋事情なら仕方ないね。でもびっくりするから次はやったらダメだよ。というよりこの人、確か今年選抜組で史跡入隊した。立花雄介よ、入隊したばっかりだから覚えてないわよね。あら、よく考えてることがわかったわね。同じ乙女ですもの、目を見ればわかるわ。同じ乙女、ってそれより。もしかして立花さんって、お姉さんと書いた、かりんって名前なんだけど。ええ、立花かりんは私の姉ね。やっぱり、どこか似てると思ったわ。本当虚しいものよね。かりん姉さんからの推薦で防衛軍に入隊して、推薦だったからそのまま第5部隊に入隊になったけど。あ、新隊員名簿そのまま流しちゃった。そっか、かりん副隊長の作った最後の書類もあったんだ。じゃあこの人はかりん副隊長の後継者か。かりん元副隊長のことは、気にしてないと言ったら嘘になるわね。でも仕方ないわ、そういうお仕事ですもの。この人、もし本当にかりん副隊長の推薦なら、しかも史跡合格してるし。ちょっと、立花さん、私と戦ってもらえるかしら。怪我しないように模擬戦で。いやよ、私女の子苦手だもの。よし、それなら戦うわ。え、今なんて言った？そもそも私は女性嫌いなのよ。その女性独特の匂いとか特に。マサモなのかマイペースなのかわからない人ね。それにその女性特有のその柔らかい肌、お胸、お尻、私が欲しいもの全部当たり前のように持ってるからね。魂は、気合いもいいところだわ。なんだろう、殴りたいわね、この人。結局実力が見たかったから無理やり模擬戦をやらせたわ。史跡合格なら間違いなく強いのは分かっていたからね。結果、むちゃくちゃ弱かった。女のくせにいいもの持ってるじゃない、女の子に殴られて感じたのは初めてだわ。彼女 M の変態だった。え、史跡合格よね。なんで、このレベルならぶっちゃけ一般組の方が強いんで。ねえ、手加減した。本当に史跡、失礼だと思うけど弱すぎない。失礼ね、本気も本気よ。なんだったら試験の時より調子が良かったわ。嘘でしょ。そもそも、これは体調が悪いわよ。無理やり自分の土俵で戦うんですもの。私の得意分野はそこじゃないのよ。ふん、なら立花さんの得意分野って何？それはね。いやー、長かった、長かったね。これで1回戦の最後、長すぎてもうおばあちゃんになっちゃった気分だよ。今日の大鳥よろしくね。もうね、ラスボス、今日という名の物語のラスボスだよ。そして勝者は勇者だよ。じゃあバハちゃん、バハちゃんのフィアンセちゃん、行ってくるわ。父さんにボコボコにされないように頑張ってくださいね。そういえばそうだったわね。安心して、私。勝算はあるから。じゃあ行ってくるわ。やけに自信ありげだね。立花さんって強いの。弱い。本来なら副隊長にすらなれないくらいすっごく弱い。え、それじゃあどうやって？すごく弱いけど私は彼を副隊長に任命した。それは副隊長にふさわしいと認めているからだよ。つまり、力ではないってことか。
まず最初に出てきたのは、仮面。はい、仮面です。どんな仮面を見せてくれるのかな。左から入場しましたのは、世界ランキング2位、第3回、第4回とも準優勝、そして最低成績がベスト4という福読み白鵬に続く実力者、四季桃也でございます。正直、この人の前でふざけたら本気でシャレにならないので、本当勘弁してください。チェーンちゃんだってどうしようもできない人もいるのよ、よよよ。情報のない、新米副隊長か、お手並み拝見だな。本気で来るんだな、俺が見定めてやる。生で見たら生つばものね、イケオジも悪くないわ、興奮しちゃうわね。喜んで。喜んで。それでは1回戦第16試合、四季桃也選手対橘祐介選手。試合、開始。それではまずは魅力的なおじさまに私のマカプシリワールドにご招待いたしましょう。茶番はいい、さっさと来い。ユーモアがないわね。ダメよ、どんな時も遊び心は大事なんだから。それでは仕切り直して、まずはこのカードから奇跡をご披露いたしましょう。カードオブ、ワールド。固定。まずは、空飛ぶカード、どうでしょう。小さな奇跡を目の当たりにした感想は。仏の顔も3度までだ。あと1回余計なことをすれば一撃で沈める。おやおや、さすがは地球防衛軍の隊長様。この程度の奇跡は日常茶飯事。いえいえ恐れ入りました。ですが私もマジシャン、戦闘狂に溺れるには少々した準備がいるのです。それではここに大きなカードがあります。私を追えば荒不思議。いや、なんだなんでだ、悪いが茶番に付き合うほど暇でもないんだ。言えたか、まあ空間操作系なのは理解してたが。さあ、ご注目。準備が整ったということで私の奇跡ワールドへご招待。私の世界に迷い込むのはそこのあなた。準備はよろしいですか？心の底から楽しむ覚悟はできましたか？ああ、それが立花副隊長の遊戯なのは分かった。だが俺とは遊戯が合わないようだ。もう茶番は終わらせる。やはり瞬間移動、分かりやすい奇跡だな。さあ、イリュージョン、赤金色に染まる背景には赤金のシンボルを。なるほど、思考にカードを置き、空間エリアを限定して特定を大量量産、隠れ身のか。だが立体ではないな、立体なら少なくとも8枚必要。あったな、俺が攻撃した時、5枚のカードが。軽いな、それではあざ1つつかないぞ。カード1枚で俺の攻撃を。やばい、背後から出るの冷たい視線が。気を紛らわせないと。立花さん強いじゃん、父さんの一撃にも耐えてるし。あれは指揮隊長が序盤様子見してくれたおかげだね。じゃなかったら初手一撃で終わってたかも。ゆうくんの武器はトリッキーな戦略と心理戦、読めない動きと空間を使うことでやっと本領発揮するの。ゆうくんの土俵に立たされるともう相手の動きを読むのは困難。空間操作で重力操作、瞬間移動、物質移動、気配5人を同時に行う。なるほど、これは確かに厄介だ。素晴らしい、最初に待っていてよかったな。当たりはこのカードの中の1枚、気配はなし、アトラクションにいるみたいだ。そしてヒット&アウェイか、地味だが俺との戦力差では正しい戦術だな。しかも重力操作で一撃をたまに重くつけるな。うまい、重要な一手を紛れ込むことで攻撃が通りやすくなる。なかなかどうして王道じゃないか。だがもう飽きたな、10回も攻撃を受けたらおおよそのパターンもわかるもんだ。次は上か。もう種がバレたの、早すぎないかしら。上下、左右、決まったパターンを作って、覚えてきた頃に変更。それでパターンの錯乱を起こさせ、読ませない、か。鋭すぎる、大正解だわ。だが思いのほか楽しめた、一度掴むのをためらったほどだ。さて、お前のタフネスを見せてみろ。来た、喜んでたか、もしかして。ああ、この体の髄からビクンビクンするこの感じ。癖になりそう。天才はどこまで頑張っても天才だった。子供も似てんだぞ。個性が強いんだな。まあ、それくらいメンタルがタフならこれからも頑張れるだろう。これは勝負ありか。だが立花選手は元気だぞ。これはまだ判決できない。元気だが、あれだけのダメージだとおそらく立てないぞ。なんだ？あは、あはは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 。これは、立花選手が立ち上がりたからかに笑っております。まさか、まさかまさか。戦闘の王道、確定か、どれくらい確定するんだ、変態選手よ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。
次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。